にちは、りょうです。今回の夏の二の腕痩せ企画2週目、二の腕痩せパンチ、一緒に頑張ってくれるあなたはめちゃくちゃ素敵です。初めの種目は前にパンチをしていく動き、息を吐いて前に腕をパンチしていこう。しっかりと肘を伸ばして行ってあげてくれよな。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃さないようにチャンネル登録して待っていていた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 うれっぴ。また感想やリクエストもじゃんじゃんコメントに書き込んでくれよな。それではもう少し、5、4、3、2、1、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は上にパンチしていこう。息を吐いて上を上にパンチしてあげてくれ。やばいやばいな、今日はスタートね。上を上にパンチってなんだ、なんなんだ、一体何を言いたかったんだ。上に腕をパンチしていってあげてくれよな。こちらも二の腕痩せ、肩幅もすっきりしてきてくれるぜ。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は斜め前にパンチをしていく動きだ。息を吐いて腕を斜め前にパンチしてあげてくれ。お腹にもぐっと力を入れて行ってあげてくれよな。スタート。体を少しひねりながら行ってあげることによって二の腕痩せ、肩幅すっきり、浮き輪肉解消効果も得られるんだ。どうだ、くびれ作りたいよな。ポッコリお腹を解消して綺麗なお腹周りを作りたいという女性はこれをやってあげて、しっかり体をひねりながら斜め前にパンチをしてあげるんだ。そう、いい感じ、頑張って。それではもう少し、3、2、1、はい、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、真横にパンチをしていく動きだ。息を吐いて腕を真横にパンチだ。体をしっかりひねっていってあげてくれよな。スタート。息を吐いてしっかり体をひねって真横にパンチをしていく、いい感じだ。そう、その調子。こちらも浮き輪肉解消、肩幅すっきり、二の腕痩せ効果抜群だ。頑張って。それではもう少し、3、2、1、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目、しゃがんでパンチ。息を吐いて腕を前に伸ばしパンチをしていってあげてくれ。腰もしっかりと下ろし、しゃがんでいってあげてくれよな。スタート。しゃがん で前から来るパンチをかわしてカウンターショットするイメージだ。そう、日頃のストレスをこうかわしてでパンチでカウンターショットだ。そう、いい感じだ。現実の世界ではやり返してはいけないからな。自分のやったことというのは必ず自分に返ってくる。嫌なこと、辛いことがあった時はその場所から逃げるんだ。それは弱いことじゃない、逃げる強さだ。そう、しっかりとかわしてカウンターパンチをしていくんだ。ナイスファイト。そしたら次の種目、もも上げ&前にパンチをしていってあげよう。息を吐いて腕を伸ばして太ももを上げていこうな。それではスタート。そう、いい感じ。高くももを上げていくことによって脂肪燃焼率も上がってくれる。どうだ、テンションも上がってくるような。そう、テンションぶち上がりなんだ。しっかりと太ももを上げていこう。それではもう少し、3、2、1、オッケー、ナイスファイト。そしたら次の種目は足を横に踏み出し上にパンチをしていく動き。大きく足を横に踏み出してあげてな。それではよーい、スタート。そう、いい感じ。足を大きく横に踏み出すことによって実は太もも痩せ効果を得ることができるんだ。どうだ、ウレピーマンだろ。そして二の腕痩せ効果をしっかりと得るためにも大きく腕を上に伸ばしていく。肘もしっかり伸ばしきってあげてくれよな。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は足を横にキックしていき真横にパンチをしていく動き。ちょっとこれ難しくなるけど一緒に頑張っていこう。スタート。足を横にキック、腕は真横に、そう、出した足の反対にパンチをしていくんだ。
お腹にぐっと力を入れて結構ふらついちゃうという人もいると思うけど、完璧にできなくても OK だ。今のあなたにできる範囲でゆっくり全力を尽くしてあげてくれよな。そう、その調子頑張って、いい感じだ。そう、お尻も小さくなる、二の腕も痩せる、ウレピーマン5 4 3 2 1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、横にパンチをしていく動きだ。しっかりと肘を伸ばし切ってあげてくれよな。それでは用意スタート。横にパンチパンチ、そう、床と腕が平行になるようなイメージで行ってあげてくれ。それではもう少し、3 2 1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目、スクワットをして前にパンチをしていく動きだ。これ結構きつい、空気椅子みたいな感じになるからな。スタート。そう、スクワットのこうしゃがんだ姿勢のまま前にパンチをしていく。膝が前に出すぎないように、膝が内側に入らないようにしてあげてくれ。そう、いい感じ。きついけど一緒に頑張っていく。なんだこの声。それではもう少し、3 2 1、 OK、 牧場ナイスファイト。そしたら次は肘と膝をくっつけてから前にパンチをしていく動き。ここ今一番きついかもしれないけど一緒に頑張っていこう。よーいスタート。肘と膝をくっつけパンチ、肘と膝をくっつけパンチ。そう、いい感じだ。これね、右と左がね逆になりそうなんだよね。これちょっと頭の中がこんがらかるかもしれないけど、うん、完璧にだけなくても OK だ。真似をして今のできる範囲でベストを尽くしてあげてくれ。いい感じ。お腹痩せ、二の腕痩せ効果抜群だ。それではもう少し、3 2 1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目はもも上げ&上に腕をパンチしていく動きだ。息を吐いて腕を上に伸ばしていこう。それでは用意スタート。そう、高く太ももを上げて高く腕を上に伸ばしていく。ねえ見てくれ、僕の腕が短いのが分かってくるよな。見てこれ、もうドラえもんみたいに短いよな。上に伸ばすとさ、僕の腕の短さがすごく分かる。うん、すごいな。これは短すぎてドラえもんだよ。これはもうあだ名ドラえもんだったからね、僕のあの高校時代ね。そう、頑張って、その調子、5 4 3 2 1、オッケー、ナイスファイト。そしてラスト1種目、かかと上げ下げしてあげて前にパンチしていく動き。息を吐いて腕を伸ばしていこう。もうずっと喋りすぎてもう口の中がパサ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 になりすぎても滑舌が全然回らない。僕もアナウンスが完璧にできないけども、あなたも完璧にできなくても大丈夫。かかとをしっかりと上げて、つま先で床をつかむイメージで行ってあげてくれ。ふくらはぎが痩せる、太ももがすっきりする、足首が細くなる、ウレピーマンだろ。そう、その調子頑張って。むくみもすっきりしてくるからね。何、一石何鳥だこれは。ヤバタニエンだ。3 2 1、 OK、 ナイスファイト。ここまで一緒に頑張ってくれたあなたがめちゃくちゃ素敵です。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてくれよな。また次の動画でお会いできることを楽しみにしている。お疲れ様だ。